ピンピン、ハロー、パラレル、リニーパラレルのリントです。はい、再度ね、動物病院で撮っている動画2本目となります。はい、リント日記としてね、アップさせていただきます。はい、6月18日ですね。はい、なんですけれども、この子のね、体調の調査とかが済みました。ただやっぱり、オスかメスかどうかは、ちょっと不明です。詳しい人に見てもらっても判断がつかないという状況でして、やっぱり実際ね、血液の検査とかをすると、その DNA の形とかを見て判別することができるとはいう話なんですけど、ちょっとあまりにもねちっちゃすぎるので、その判別は難しいなというお話でした。で、実際ね、様子を見ていただいて、今こうやってハンドリングね、ハンドリングというか、なでなでしてるんですけれども、多少ね、やっぱりこう、テールアタックって言って嫌なことがあって、こう攻撃してきたりっていうのはあるんですけれども、その獣医さんだったりとか、飼育員さんが見ても、懐いているんじゃないかという状況でございます。懐いてるとか、慣れてきたって言った方がいいのかな。いろいろ喋ってみてなんですけれども、懐くという概念は爬虫類にはあんまりないので、餌をくれるやつだとか、顔を覚えて、あ、こいつは危険じゃないやつだっていうふうに覚えてくれるっていうのが、まあ、基本的なところで。で、小さい爬虫類っていうのはそういうのを覚えにくいらしいんですよね。なんですけれども、大きくなっていく爬虫類っていうのは脳の構造的に覚えやすいらしいです。レオパは、結構賢いらしくって、あこいつは餌くれるやつだ、危なくねえやつだっていうのを認識するらしいんですけれども、レオパも、まあ、こういう爬虫類もそうなんですけれども、シェルターから出したりだとか、あとは見えないところから急にっていうのは一瞬警戒絶対するらしいんですよね。まあそりゃそうですよ。急にね、ちょっと暗めのところから明るいところにね、こう出てきて、一瞬誰だこれこいつらってなりますもんね。まあそんな感じなので、最初のね、そのなんて言ったらいいんだろう、初回のコンタクトって言ったらいいのかなに関しては、そういう時に威嚇だったりとか逃げようっていうのはどうしてもするらしいです。ただそこで、わあなんだお前かって気がついて、お前なら触られといてやるよっていう感じになって、こうなるみたいなんですね。で、この子もね、そうなんですよ。ちょっとこう物陰に隠れてる時に、最初こうハンドリングしようと手で持とうとしたりすると嫌がるんですよね。で、レオパもそうです。シェルターを開けて、シェルターからこう出してね、様子を見ようとした時は、一回嫌がります。ただシェルターから出して、手の上に乗せて、で、こっちのね、顔とか雰囲気とか声とかそういうのをね、認識、あ、なんだお前かよっていう認識をすると、手の上でおとなしくしていてくれます。何かにね興味を持って、バタバタあっちへ行ってみよう、こっちへ行ってみようってことはあるとは思うんですけれども、それ以外のことで例えば攻撃してきたりだとか、レオパの場合だと嫌がって尻尾ブンブン振って、尻尾を自切してしまったりとかっていうのがあるらしいんですけど、そういうのはねうちの子はない状態になります。なので、まあその辺はね、ある程度仕方ないところ、それこそ袋のモンガとかもそうです。袋から出そうとする瞬間、あとは袋を触ろうとするしたり動かしたりっていう時には、外が見えてない状態で外からの攻撃だっていうふうに思ってしまうので、ジゴ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 ってこう威嚇したりとか、ただ顔を見合わせると、ああなんだお前かいってなっておとなしくなってくれたり、まあギョロメちゃんに関してはなんだお前かいって分かっても、ちょっとの間はジゴジゴ言いますけど、でもちょっとしたら落ち着くんですね。こっちの顔見て、ああなんだお前かいっていう、まあ、それはね多分どの動物もそうですね。多分犬猫でもそうだと思いますよ。なんだろう、布団とかに潜ってる時にね、上からガバッていったら、ふんってなると思うんで、まあ、そらそうですよ。人間だって嫌ですもん。布団でね、寝ててね、まあ、暗闇のところにね、
急になんか人来て、ふっ誰だよってなるからね、まあ、当たり前のことでございます。それ以外のそのまあ普段のこういうね時にはおとなしくしていてくれるので、まあ慣れてくれたんじゃないかなと私も思っております。まあそれはね自分に置き換えてみると分かりやすいと思いますよ。あのたまに質問とかでもね来るんですけど、うちの子なかなか慣れないんですよとかっていう人とか、ツイッターでね、いや全然懐かなくてとかっていう時の聞くと、結構こうなんだろうな、怖がらせていることが多いなって私は思う印象が多かったので、あの、まあ、そりゃね、目隠しされた状態でっていうのは怖いと思います。それこそポーチにね入れて遊んでるんですけれども、ポーチから出そうとするとすごい威嚇されますとかっていうのをね、あの見るんですよ、袋ももんがとかだと。あとシェルターから出そうとするとすごい暴れますとか、レオパもね聞くんですけれども、そりゃそうですよ、だって見えてないんですもん、こっちのことが。なんでその時の暴れるのはあのもう許してあげて仕方ないとして、そのシェルターとかを外したり、例えばポーチから出した時にちゃんと顔を見合わせて、その子が落ち着けるまであのちょっと時間を取っていただくのがいいんじゃないかなと私は思います。うん、あのポーチから出した瞬間っていうのは、うちのハロ君ですらあの威嚇はないですけれど一回警戒しますね。あの真っ暗闇から急にこうポーチが開いて、え、ここはどこで、ああ君ですかっていう風になるんで、だからその一瞬のところを暴れるのをまあ抑えてあげなきゃいけないっちゃいけないんですけれども、そこでこう怒るっていうことに関して、怒ったりジゴジゴされたり威嚇されたりっていうのは、一回許してあげましょう。すると多分楽になれると思います。この子もあの水のね、水容器から出す瞬間とかは水容器で寝てたりするのでね、目閉じてね、するとこっちが認識できない状態になるので、ちゃんと認識させてあげてからこうやってね、触ってあげると問題なく、触らせてくれたりとか仲良くなれるチャンスだと思います。正直ね、サンショウも同じことをこの間やってみて、サンショウまああんまり手でいっぱいベタベタ触れるタイプではないんですけれども、サンショウもちゃんとこっちの顔を認識させてあげてから、ケージの中から取り出してあげたりっていう風にすると暴れないんで、ちょっと手の上に乗せて、あの本当2分ぐらいのハンドリングですねして、ケージに戻すっていうのをして、少しずつ人間に慣れてもらうっていうのをやってますね。あのまあ、サンショウが病院に連れて行くことなんてほとんどないと思うんであれですけれども、あのそうやってね少しずつ人間に慣れてもらうっていうのが大事だと思います。うん、ちょっとね動物病院にいろいろ喋っていて、あの獣医師さんとか、いやそうだよねそうだよねって話をずっとしてたんですよね。なのでせっかくなのでそれを動画に撮ってみようということで、うちの子はもう完全に多分私のことを認識してくれてるっぽいですね。さっきあのレオパのロペ様もね連れてきてるんですけれども、あのロペもセフィもで、今ハロ君も連れてきてるし、ギョロメちゃんも連れてきてるんですよ。あのサンショウ以外は今あの一家って言っていいのかな、あの勢ぞろいで病院に来ていて、ギョロちゃんもあの見ていただいて、獣医師さんのと飼育員さんの結果からすると、あの警戒心が強いだけであって、顔を見合わせると、あなんだ君ですかっていう風になるタイプっぽいので、あの全然懐いてると思うよって話にはなりました。まあ、ただ興味がねあっちこっちに行こったねって話にはなって、ポーチから出たらあの私にこう来るんじゃなくて、あっち行ったりこっち行ったりっていう感じであのそういう風にこう探索をしたい子みたいだねっていう話をしてました。今あの待合室完全にね密閉にはしてもらってるんですけど、で出してもあのこう壁にあるねあの観葉植物を登ってみたりだとか、もうそういうことにしかもう興味がいかないみたいなんで、あの
人間には慣れ始めてるけど、あの人間と慣れ合うタイプじゃないっていうね感じでした。で、ハル君はね、人間と慣れ合いつつも、もう我関せず、もう自分のしたいことをするっていう感じですね。もうなんかどしっと構えているって感じですね。で、ロッペに関してはですね、完全に私の顔を認識していて、シェルターから出すその真っ暗闇から出てくる時以外は、あのもう、あ、なんだ君かっていうのと、何かに興味を持ち始めた時にそっちに行ってみたいなっていう行動があるぐらいっていうところですね。なんかその人じゃないですけれども、あの人それぞれっていう言い方はあれか、なんて言ったらいいんだろうな、動物それぞれ、あのみんなそれぞれね、それぞれの性格がある感じがします。シェフィーもね、あの興味があるとピョンピョンとあっちに行ったりこっちに行ったりするんですけど、あったかいところがこの子はやっぱり好きみたいで、こう手で撫でられたりとか、こう体温を感じるとそこでおとなしくしてますね。今ここあの太陽光が当たるところなんですけれども、太陽光が当たるところだとすごいこうゆっくりしてますね。はい、まあそんな感じでね、シェフィーとも仲良くなれてきてるみたいで、うちに来てやっと2週間ですかね。ただ性別はやっぱりわからないなっていうところで、もうちょっと本当に大きくなって半年ぐらい経ったら多分60センチぐらいにはなるんじゃないかって話なんで、その60センチぐらいになった時に、いよいよ血液検査をするかどうかっていうところですね。まあ、そこまでしなくてもいいかもしれないねって話にもなってますけれども、はい、っていうところですね。うん、シェフィーは本当に慣れてるね。ちょっと寝てるじゃないですか。怖がって目閉じてるわけじゃないもんね、これね。怖がって目閉じれば、あの首をちょっと振るんですよ。あの引っ込めるというかね。それが特にないので、うん、落ち着いてますね。はい、こんな感じでね、まず人に触られるのに慣れていただきましょう。はい、ということでね、本日はその動物の慣れっていう部分についてはね、お話しさせていただきながらのリント日記となります。はい、いろいろね、こう動物の慣れ方とか慣れさせ方とかいろいろ気になる部分ってあると思うんですけれども、私もいろいろ今まで動物飼ってきて、一緒に暮らしてきてね、あの慣れる慣れないっていうのをよく見させていただいてたので、あとその子その子の性格っていうのもあるので、もしねその慣れ方とかこういうので困ってるよっていう方がいれば、ぜひともコメント欄に書いていただければ、私の方で、お答えできる内容は答えていこうかなと。動物の専門家ではないので、ただ飼育経験がたくさんあってのその私なりの情報になるので、あのネットに載っている情報とはまた違う内容をね言ってしまっている可能性はあるんですけれども、それは経験値としてのあのお答えになるので、それでもよろしければあの全然質問していただければ答えさせていただきます。はい、ということで6月18日土曜日、動物病院のその後っていう感じで動画撮っておりました。またね、次回のリント日記でお会いいたしましょう。またアップの日はね、バラバラになってるとは思うんですけれども、その辺はご了承ください。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。あ、指こうやっても全然嫌がんないね。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。